はい、皆さんこんにちは。ドクター清です。最近バレない整形というワードを SNS や広告でたくさん見かけるんですが、皆さん整形してバレたくないと思うんですか？今回はですね、ハンガーボトックスを打ったり、自分のオペの経歴を全部公開したり、オペ中の様子を YouTube で撮影したりとか、そういったことをやってる、歩くモニターと言われるこの僕がですね、バレない整形について思うところを話していきますので、ぜひ最後までご覧いただいてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。バレない整形っていう言葉はですね、ネットで飛び交っていますが、そもそもバレないんだったらやる意味あるのって僕は思うんですね。まあ、高いお金払って痛い思いして、で、バレないって聞く誰も気づいてもらえない。まあ、そんな、まあ、自己満かもしれないですけど、自己満でいいのって僕は思うんですよね。そもそも皆さんなんで整形するんですか？周りの人から、小顔になったねとか、可愛いねとか、目がパッチリしたねとか言ってほしいからじゃないんですか？で、そうじゃないっていうあなたは、でもし無人島にあなたが一人で生活してて、鏡だけあるとして、整形しますか？しませんよね。やっぱり結局他人の目を意識して皆さん整形すると思うんです。人の目を気にして受けるんじゃないという意見もあると思いますが、自分の顔に自信があって自信をつけたいっていうのも、人の目を気にしてから来るものだと思うんですよね。っていうですね、整形を受ける理由を考えたときに、バレないっていうことが最重要ポイントになっているような整形手術っていうのは、受ける必要があるのかと僕は言いたいんです。まあ、バレるの定義にも2つあると思うんですね。もともと知り合いの友達や周りの人にバレちゃうっていうのと、初めて会う人にはこの子整形側だなってバレちゃう。その2種類があると思うんです。初めて会う人にバレてしまうような、もう明らかに整形というような変化、皮膚の切除が大きすぎるとか、傷跡が大きすぎる、そういった施術っていうのは僕もあまりお勧めしたいんですけど、周りの人にはせっかくなら気づいてほしいですよね。友達とか家族には可愛くなったね、痩せたねとか、目がパッチリしたねって気づいてもらえるような施術、そういうのを提供したいっていうのが僕の思いです。じゃあ明らかな整形顔にならずに、しっかりと変化を出しつつもダウンタイムが短くて傷跡も残りにくい施術でおすすめのものを紹介していきたいと思います。まず目元、二重ですね。二重整形の中でも埋没法で、かつ裏側から止めるものがおすすめです。当院ではパーフェクト二重術という施術ですね。裏側から止めるのでダウンタイムも短いですし、傷跡も全くできませんけども、長期間くっきりとして綺麗な二重を維持することができます。周りの友達とか家族にバレたくない方っていうのは、まずはですね、いきなり一重から二重にがっつり変化しちゃうとやっぱりバレちゃうので、1ヶ月前ぐらいからですね、アイプチとかアイテープをして、あの子最近アイプチして二重になったねっていう印象をつけておけば、そのまま埋没をしてもですね、バレにくいと思います。ダウンタイムや傷跡なしにしっかり変化を出せる施術、2つ目、クマ取りですね。クマ取りの中でも裏側から、結膜側から脂肪を取る方法をやれば、ダウンタイムも短いですし、しっかりとですね、目元が明るくなって変化を出すことができます。クマに関してはしっかりこうブーンと、ね、出てくる40代となる前に早めに取っておけば、バレるってこともないと思います。続いて、おすすめの整形3つ目、糸リフトですね。糸リフトはですね、傷跡もわずかですし、すぐなくなって綺麗になります。明らかにバレるってことないと思いますが、でもしっかりとですね、周りには最近痩せたとか、なんか若くなったねとか、久しぶりに会った人は絶対言われると思うんですね。そういった大きな変化を出すことができます。続いて、おすすめの施術4つ目、バッカルファット除去ですね。これは口の中からアプローチするので、表側に傷ができません。また脂肪吸引のように圧迫固定とか肌に貼るってこともないので、周りにバレずに大きな変化を出せる方にはおすすめです。バッカルファットちゃんと適用があるから、受けない方にやると小顔になってですね、絶対痩せたねっていう、顔が違ったねって言ってもらえると思います。ただ今は日本はですね、以前と比べたら整形を告白したりとか、ダウンタイムの経過を SNS に載せる方も増えてきて、以前よりもだいぶ寛容になってきたとは思います。ですがまだまだ整形に対するネガティブイメージはまだ強くですね、あの子整形してるよねとか、どうせお前整形だろうとか、そうやってからかわれたりとか、悪口を言われたことがある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。もっと整形に対してですね、みんな寛容になれば、バレたくないっていう願望も減ってですね、もっと効果的な生物を受けられるようになるかもしれません。大人の韓国みたいにですね、血だらけの包帯で頭ぐるぐる歩いても、あいつ整形だって言われないような時代になってほしいと思っています。この動画の中にはですね、まあ、整形に興味がない方もご覧になっている方もいらっしゃると思うんですね。ただそういった方で、もし周りにですね、あの子整形したのかなって思う方がいたとしても、からかったりとか、変なこと言ったりしないようにしてあげてください。当院ではですね、バレたくないというお客様の思いを最大限尊重しつつ、しっかり効果を出せるような施術を提供しております。カウンセリングの際には、お客様が重視するポイントっていうのは僕に教えていただければと思います。カウンセリングが無料となっておりますので、ぜひ一度お気軽にお越しください。僕もこのチャンネルでは美容に関する動画をたくさん上げてきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、インスタグラムアカウントのフォローよろしくお願いいたします。また、コメント欄に動画への感想もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。